クルックドクリークコレクリエーション地域、ダムや貯水池、公園がある、アームストロング郡、ホードシティ近く、アームストロング郡は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州の西部に位置する郡である。2010年国勢調査で、の人口は68,941人であり、2000年の72,392人から4.8%減少した。 軍庁所在地は、キッタニングボロであり、同軍で人口最大の町でもある。アームストロング軍は、ピッツバーグとアレゲニー軍の北東にあり、2003年にピッツバーグ大都市圏に加えられた。1800年3月12日に、アレゲニー軍、ウェストモアランド軍、ライカミング軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。名は、大陸会議のペンシルベニア代表となり、 アメリカ独立戦争では少将を務めた、ジョン・アームストロングにちなんで名付けられた。アームストロング軍は、ジョン・アームストロングにちなんで名付けられた。アームストロングは、アメリカ独立戦争で順将と少将を務めた。軍内には法人化された第三級町である、パーカー市があり、石油ブームには相手1873年には人口が約2万人いたとされているが、 現在では800人を下回り、アメリカで最小の都市である。軍内最北西部にある。ブラディズベンド地域では、ピッツバーグの製鉄所よりも20年早く鉄が作られていた。フォードシティには、ジョン・フォードが創設した板ガラスの工場があり、後にピッツバーグプレートグラスになった。キッタニングは1880年代に、州内のどこよりも100万長者が多いと言われていた。 リーチバーグは1869年に金属精錬のために天然ガスを使ったことで国内初となった。天然ガスは石油を掘削している時に発見され、シベリアン鉄工所のボイラーや炉に導入された。フリーポート、リーチバーグ及びアッポロは、軍の南軍境、アレゲニー川とキスキミネタス川をつないだ、ペンシルベニア運河沿いに建設された町である。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は664平方マイルで、あり、このうち陸地654平方マイル、水域は11平方マイルで、水域率は1.58%である。軍内の主要河川は、アレゲニー川とキスキミネタス川である。クリークとしては、バッファロー、クルックド、コアンシャノック、レッドバンク、マホニングがある。 またカーナ反乱も流れている。アレゲニー側には、マーフィ島、ニコルソン島、ロス島、コグリー諸島がある。2008年11月時点で、アームストロング軍には45,532人の登録有権者がいた。アームストロング軍は、アメリカ合衆国下院議員ペンシルベニア州第三選挙区に属し、2013年時点では、共和党議員を選出している。 ペンシルベニア衆議会上院では第38及び第41選挙区に属しており、下院では第54、第60、第55、第63及び第66選挙区に属している。2013年時点で上院は共和党、民主党、各一人、下院は民主党一人、共和党四人となっている。以下は2000年の国勢調査による 人口統計データである。アームストロング群の自治体、ボロは赤、タウンシップは白。国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域は、アメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では、 実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村などその他の未編入領域も下記に挙げる。アームストロング群教育学区の区分図ペンシルベニア州にある高校を持っている教育学区498の中で3年間の数学と国語の試験成績をもとにランク付けを行っている。各学区の後の数字がその順位である。軍内には6つの公共図書館がある。 ありがとうございます。